の一日半日時間で時間で帰ってきたんですけど、今日購入したものをパパパッとご紹介していきたいなと思います。で、今回渋谷と新宿行ったんですけど、渋谷はまあアイランドストア行って、新宿は今日からスタートの加藤愛理ちゃんのプロデュースのティーナのポップアップに行ってきました。今日発売のものがあって、めっちゃ可愛くて絶対ゲットしたいと思って、でその日オンラインで買おうかなと思ったんですけど、速攻売り切れちゃって、なので店舗に初日行ってきました。目当てのもの買えたのでよかったです。でこのアイランドストアは最後にご紹介します。でティーナの服は2点買ったんですけど、まずトップス、この新作のニットのオレンジを買いました。かわいい、めっちゃかわいいと思って、私オレンジのセーターっていうかトップスをめっちゃ探してて、いやもうドタイプの色味で、しかもこの首元がケーブルでリブになっててかわいいと思って買いました。で大きめなのでこうアウトで着てもかわいいなと思ってこちら購入しました。生地ももちもちしてます。これと
もう一つがこれも同じくこのオレンジのニットと同じ日の発売のものなんですけど、じゃん、スカート、またまたスカート買っちゃいました。これ私 M サイズ、157か6以上の人は M サイズの方がいいよって言ってたので M サイズ買いました。じゃん、私はブラウンのチェックを購入しました。めっちゃ可愛い。もう最近スカート、ロングスカートしか目がいかないんですよ、本当に。もうこれもね、もう速攻決めました。こんな感じ、スリットが結構入ってて、可愛いです。で、ゴムなので、どんだけ食べても大丈夫です。グイグイって。で、インスタライブでこういう組み合わせをしてらっしゃって、いや、可愛いと思って買っちゃいました。これもね、またたくさん。Vlog で出てくるかなと思います。で、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、なんか先着のノベルティなのかな、でついてきたものです。巾着かわいい。あ、布だ。なんかクリスマスっぽくてめっちゃかわいい。嬉しい。こんな感じ、何以上なのかちょっと把握できないですけど、こんな感じで。次、アイランドストアですね。は友達と行ったんですけど、チケットを頑張って、チケット戦争に勝ち抜いて行ってきました。動画内でも出てたと思うんですけど、まずショッピーのアクスタを買ったんですよ。やっと、もうずっと買おうか迷ってて買ってなくて、ジェシーしか買ってなかったんですけど、全部一緒に入れちゃったんですけど、まあショッピーのアクスタを2つと、で写真がで、行ったその日がミニフォト最終日で、ほんと滑り込みで行ったみたいな感じなんですけど、まあまず普通の大きさの写真はこれ、ポテとジシーの写真は、なんていうの、ビジュがいいやつっていうか気に入ったやつのみ買おうと思って、もう厳選してこの1枚ずつにしました。で、ミニフォトがめっちゃ可愛いですね。まずスノのオール2つ、これはお友達用、あとヒーくんもお友達用。何個か前の動画でショッピーの公式書に紹介したと思うんですけど、そのくれた子にお返ししようかなと思って、このヒーくんのミニフォトとのオールあげようと思って買ってきました。で、まあ、ショッピーとストーンズのオールとジェシー買いました。可愛いです。ラウルもね、ラウもめっちゃ可愛かったんですよ、写真でも。もうラウも買っちゃったら本当キリがないと思って、諦めました。欲しかったんですけど、本当写真はね、本当厳選しないと集めちゃう癖があるので、また今回写真はこんだけにしました。またね、部屋が広くなったりしたらショッピーのポスターとかも買って飾りたいなって思うんですけどね。またお部屋のリクエスト、お部屋紹介のリクエストとかいろいろいただいてるので、ご紹介できたらいいなと思ってるので、もう少々お待ちください。あとお部屋紹介とジェルネイルと1週間コーデとかもいただいてるので、またちょっと動画がいつになるかわかんないんですけど、気長に待っていただけると嬉しいです。では今回こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。